ブユは、ハエモクかアモクブユカに属する昆虫の総称。人などの哺乳類から吸血する衛生害虫である。関東では、ブヨ、関西では、ブトとも呼ばれる。成虫は、家エバえの4分の1ほどの小ささで透明な羽を持ち、体は、黒っぽく、丸まったような形をしているものが多い。天敵は、トンボなど、日本では、約60種ほどが生息しており、 主に見られるアシマダラブリは全国各地に、キアシオウブリは北海道、本州、九州に分布する。春に浮かした成虫は交尾後、水中や水際に卵海を産みつける。卵は約10日で孵化し、幼虫は渓流の岩の表面や水草に吸着し、3から4週間で口から糸を吐きそのまま水中でさなぎになり、約1週間ほどで浮かする。成虫になると、 基本的に、積雪時を除き一年中活動をするが、特に春から夏にかけて活発に活動する。夏場は気温の低い朝夕に発生し、昼間はあまり活動しない。ただしくもりや雨など湿気が高く日射や気温が低い、時は時間に関係なく活動する。また、黒や紺などの暗い色の衣服や雨がっぱには、寄ってくるが、黄色やオレンジなどの明るい色の衣服や雨がっぱには、 比較的寄ってこない。似た昆虫として、顔の周りを飛び回り、目の中に飛び込んでくる早めヒゲブトコバエカの黒目まとい、等が挙げられるが、これらは、吸血しない。蒸気のようにブユの幼虫は、渓流で生活しているため、成虫は、渓流の近くや、山中、そうした自然環境に近いキャンプ場などで多く見られる。また、幼虫は、清冽な水質の指標昆虫となるほど、 水質汚染に弱いため、住宅地などでは、ほとんど見られない。かやアブと同じくメスだけが吸血するが、それらと違い吸血の際は皮膚を噛み切り吸血するので、中心に赤い出血点や流血、水膨れが現れる。その際に、大気栓から毒素を注入するため、吸血直後はそれほどかゆみは感じなくても、翌日以降に患部が、通常の2から3倍ほどに赤く膨れ上がり激しい。 かゆみや頭痛、発熱の症状が1から2週間ほど現れる。体質や噛まれた部位により腫れが1ヶ月以上引かない、ことも、ままあり、慢性用心の状態になってしまうと感知まで、数年に及ぶことすらある。多く吸血されるなどした場合は、リンパ肝炎やリンパ節炎を併発したり、呼吸困難などで、重篤状態に陥ることもある。予防に関しては、 一般的な家用の虫よけスプレー等は効果が薄いので部油専用のものを使うことが有効である。また長袖や蝶ズボン、鉄鋼やキャハンなどを身につけ素肌を露出させないことも重要である。吸血された場合は傷口から毒を抜いてステロイド系の薬を塗る。また、書くと腫れが一向に引かなくなり治った後もシミとして残るので決して傷口を触らないことである。 ありがとうございます。